大さん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いよいよですね、ちょっと僕コロナワクチン打つことを決めました。覚悟を決めました。ああ、そうなんですね。はい。どれを打つんですか？僕が選んだのはファイザーで、はい、日本にほら住民票ないじゃないですか。はい。そうすると、まあ、どこの市町村でやるっていうのもあるんだけど、まあ、この外国居住者向けのね、この専用のワクチンがタダで打てるんですよ。まあ、そういうのもあるね。ファイザー第1回目接種予約羽田空港、まあ、これをまずは、ね、予約したんですよね。まあ、というのも、じゃ仮に僕がもし日本国内だけで住んでるだけだったら、そんなに影響ないと思うんですよね。はい、おとなしくしてるだけだったらね、別にね。まあまあ家にいてじっとしないってことですよね。そう、まだほら日本はニューヨークとかワシントン州とかシアトルとかと違って、別にワクチンがないと入れないお店とかそういうものがあるわけじゃないんで、今はね。ああ、そうなんですね。そういう制度はね、全然出てくる気配がないんで。はいはいはい。日本にいるだけだったらワクチンを打たないでおとなしくしてようかなっていうのも、まあ、打たないでとは、ね、言えないけど、ゆっくりと歩みをね、牛歩全部しようかなと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱり海外に渡航することを考えると、今もう現状、マレーシアとかも一緒なんですよ、ニューヨークとかと。もう、ああ、そうですね。接種証明書がないと、お店に入れない、ゴルフにも行けない、ジムにも行けないっていうと、実質、何にもできないでしょ、マレーシアにいてもね。まあね、恐れてたことになってきたけども、その話していくしかないですよね。うん、あとはほら、マレーシアだけじゃなくて、タイとかいろんな国も、ワクチン接種した人はね、もう、なんかほら、滞在なしみたいな感じになってきてるんで、そう、隔離なしみたいな感じになってきてる、ね。はい。打った方が得なんじゃないかなっていうのがあって。まあ、海外うろうろする人は、もう圧倒的な差が出てきますよね。で、ほら、万が一またマレーシアに行って、マレーシアで打つことになるよりは、もう先にこの覚悟を決めて打った方がいいんじゃないかなと。もう海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書、もうこの一択なんですけど、はいはい、そうですね。欲しいな、とりあえずこれなんですけど。1回打って2週間が空けるんですか？1回目だけじゃダメで、2回目、こうやって予約もあるんでね。はいはいはい。まあ、1回打ったタイミングでちょっと聞いて、次いつ打ったらいいんだっていうのを聞いてね。いや、なんか日本はね、国内自体はもうなんかワクチンも来ても、なんかだんだんなんか食事の時もみんなマスク外してきたみたいな感じの雰囲気が漂ってて、人がごった返してるんですけど。ああ、マスクじゃあしてる人少なくなったんですか？いや、道歩いてる人はみんなマスク必ず必須ですけど、その店内でマスク外して喋ってる人多いなっていう、なんとなくね。お客さん座ったら大体外してるんですよ。食事中ももちろん外すじゃないですか。はい、でも帰るときにつけるって感じですよね。うん、なんか意味ないですよ、そうするとね。あとね、やっぱり空気でも移動するわけじゃないですか。で、ちょっと前まではね、なんか店内も 25% だろ、50% だろってやってたんですよ。はい、今もパッツパツですよ。お店の中に入ってくるときはマスクがないと入れないですよ。はい、で、入って席に座ったら、まあ外すんですよね。まあしてる人もいますけども、ほとんどの人やっぱりもう外して話してビールを、もう食事しだしたらもうめんどくさいじゃないですか。ならもうゼロにしないとっていうことです。もうそれがね、すごい 100% 移るんであればね。そうですね。意味がよくわからないので、うん、ただまあそういうふうにルールが州で決まってしまったんで、しょうがない。一人がどうこういったところでどうにもならない、うん、今はとりあえず合わせてなんとかやっていくしかないですよね。海外渡航用の接種証明書は、ね、2回以上打ってられたのみたいなんで、そう、日本で認められたやつを2回っていうね。あ、羽田空港と成田空港ともにファイザーとアストラゼネカ、はいはいはい、20人しかないですよね。うん、なんかいろいろワクチンもありますもんね。うん、モデルナとかないですよね、こういう意味でね。だね、これちょっと来週になっちゃうんですけど、来週ちょっと覚悟を決めて、ちょっと打ってきます。はいはいはい、熱とか副作用とかそういうのが出ないことをね、ちょっと祈るだけなんですけどね。そうですね。2発目の方がきついみたいですよ。1発目の人ももちろんいるんですけども、率で言えば2発目の人多いみたいですよ。なるほどですね。ちなみにハワイとかってどうなってんだろうね。ハワイに行こうとしてるんですけど。アメリカ本土からはいっぱい行ってるみたいですよ。うん、海外から日本に帰ってきたなんか滞在日数もなんか待機日数もどんどんねなんか少なくなってきたみたいですよ、日本も。うん、まあ、解決に向かっているということでしょうね。どうなんですかね、急になんか減りましたよ、数が。うん、どうなってんですかね、なんか急に減りましたよ、最近。なんかその落ち着いてきた感じですか。うん、そんな簡単にコロナってみんな収まっちゃうもんだろうなみたいな、ね、でもどっちにしろ日本に行く前はこうやって接種しないといけないですよね。そうですね、日本は確か。なんかあんまり意味はないですよね。でもそこでね、いくらこれってもどうにもならないみたいですよね。うん、アイスさんもそろそろとかで、ゾンビはゾンビはみたいな。そろそろ考えないと。
迫ってきましたよ。まあほら、ワクチン接種証明書保持者に対する入国帰国の待機期間についてね、うん、10日以降にちょっとで、まあ、あんまり変わらない、ちょっと短かったですね。日本上陸前14日以内に下記の国地域に滞在歴ある外国人は当分上陸拒否、アメリカも入ってますよ、それに。アジアもマレーシア入ってる。日本人は大丈夫なのかな、ちょっと怖いですよね。ねえ、なんかもうワクチン打ってるんだったらね、いいんじゃないかなと思うんですけど、逆に言うとね。いや、まだまだ終わりを見せないですよ、ね、接種したワクチンのメーカーが以下のいずれかであること、ファイザー、アストラビネガー、モデルナだけですよ。だジョンソン・ジョンソンは確かに入ってない、ね、あの僕たちの共通の友達がね、太一君がアメリカにはいたってことですけど、ジョンソン一発で済ましたんですね。これ入ってないですもんね、って、これ。うん、なんか日本では認可されてないみたいですね。ジョンソンって書いても売ってない扱いですよ、うん、今のところジョンソンダメですね。うん、アメリカもこれに入っちゃってるのかな。10日隔離って10日でもあんまり変わんないですよね。うん、ねえ、あれじゃないですか、オリンピックでホテル使えなかったからホテル代を浮かそう、あ、ね、ホテル泊まってください。なるほど。あ、ワクチン接種証明書の発行国地域、米国はいっぱいありますよ。ワシントン州、ハワイどうなってんだ。ハワイはアメリカも全部があるわけじゃないですもんね、うん、一応マレーシアで打ったワクチン接種証明書も、ね、有効ってことですけど ね見ると11日目の朝ね、はい、待機終了ってことなんで、ちょっと緩和だった、まあ、早くでもなんかアプリでバーンってこれ証明書見とこんもんのもんどころみたいに、ね、証明バーンってしたいですよね。もうできるんですかね、アプリ。いや、全くそんな気配がないですね。アメリカできないんですか。まだそのあれですよ、紙の証明なんですか、うん、接種証明だけじゃないですか、うん、アプリって聞かないですね、うん、あるかもしれないですけど、そんなにまだ出回ってるっていう感じじゃないと思いますね。僕たちもほらワクチンね、打つか打たないかとかなんか言ってたけど、はい、世の中の流れには勝てないってことですよ。お神が政策を決めて、僕たち庶民はね、対策をするしかできないと、まあ、それが商人として生きる道じゃないですか、やっぱりね。そうですね、僕たちも商売も何にもしないで、ね、何にも関係なかったら、はい、多分ね、うずくまってるだけでいいと思うんですけど、やっぱりこの商人としてはお神が決めたことには従うというのがやっぱりあるんだと思うんですよね、はい、あとは体がね、ちょっと耐えてくれればいいなっていうね。そうですね、変に副作用がなければね、拒絶反応とかなしに、まあ、実際僕たちほらもう子供もね作ってる後ですし、誰に影響するかって言ったら僕たちの寿命がどうなるかっていうぐらいですかと、ね、まあそうですね、すぐにね死ななければとりあえずはね、うん、まあまあよしとして、なんていうの、この世界において自由に生きるためには、自由のためのワクチンみたいな。そうですよ、こっちは3発目とかもだんだんやってみたでしょ。あ、3発目ね、ブースターショットとか、うん、早く打った人はもう3発目が回ってくるんじゃないですか、もうそろそろね、うん、ちょっとアメリカ本土もいけるかな。アメリカは結構みんな入ってきてますよ、隔離とかないですね、多分。そうですね、ちょっとハワイで行くことをちょっとファーザー一族と相談して、走ってくださいっていうことで別荘で一人ぼっちのハワイ旅みたいなね、ちょっと連載をしようかなと。久しぶりのハワイじゃないですか。あ、そっか、もう2019年以来ですよね。そんなこと言わないでしょ、ハワイに行かなきゃいけなかったんだよね。ハワイはね、毎年行ってましたからね、1回か2回とか。年に何回かって感じですもんね。そう、1、2回行ってましたよ、毎年。身近なところだったんですけど。まあそこもほら7時間だし、こっちも、マレーシアも7時間だし、同じような感じですからね。まあ、ただ、マレーシアの方はもちろん時差がないし、自宅があるからですけどね。なるほどね。うん、まあでも日本の時間に合わせて起床して睡眠してっていうちょっとしようかなと思って。あ、まあでも次回まだね、打つ前日かなんかなんで、まだこの収録の時にちょっと、そうですね、どんな感じかまた教えてください。どうしていきたいとか、どっち腕ですか。やっぱ左しかないんじゃないですかね。あ、もうノーチョイスなんですか。左手右手だから結構使うから、こうやってねパチパチできるのが大変じゃないですか。うん、腕しか効かないですもんね。ね、ということで僕の無事を祈ってるから、ね、そうですね、ちょっと無事を祈ってきます。ちょっとまたどんな感じだったか教えてください。わかりました、はい、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。